2017年クラッシュの最終試合です。ダブルメインイベント第2試合アンダー50キロタイトルマッチ延長1ラウンド、チャンピオンは現在オランダのメロニー・ヘウフェスです。ほとんど目線を外しません、カナチャレンジャー。さあ放送席は齋木玲香さん、中村拓海さん、山本優也さん、お三方です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ齋木さん、はい、同じ女性として今どんな気持ちでカナのチャレンジ見せてますか？はい、もうとにかくドキドキです、うん、やっぱり1月の、前蹴りで、うん、あの試合があったので、はい、バークスピンを見せたカナ、あの時はもう初めての経験でしたよね。無敗でやってきたカナが2度ダウンを奪われて、あの右目も晴らして痛々しい姿に変わりました。そうでしたね。でもやっぱりこの1年でまた変わって帰ってきたとは思うので、本当に期待してみたいなと思います。確かにそうですね、うん、山本さん、はい、もうカナと話すこともあるということですけれどもね、はい、どんな風に何を変えてきたのか、この相手にどうぶつけるのか。本当ですね、前よりも足の位置を動かしているですね、まあ、これはその前の試合から取り組んできたことで、グレイス・スパイサー戦から、そうですね、グレイスを強化して動くようにしたということは、はい、言ってましたし、試合にも出てたんで、これが果たしてメロニーに通用するのかってところですね。でも初めメロニーですも突っ込んできたし、目がやっぱりもう、うわーって思い出しましたね、1月を。ちょっとメロニーにしてもかけているっていう、その力の入れ具合ですよね。はい、これは違う、普通じゃないというか、なんも怖いとかじゃなくて、なんか何なんだろうな、威圧感ありますね。そうですね、もうその生き物としてって表現しますけれども、うん、そうですね、そういう迫力持ってますよね、うん、中村さん、はい、本当に楽しみで、しかもカナにとってかけるものの大きい一戦ですよね。そうですね、井浦選手、井浦さん言われたみたいに、やっぱり一番変わったのはカナ選手はこうフットワークを、あと、うん、右だ、これダウンではありません。やっぱフットワークと足使って戦えるようになったことだと思いますよね。まあ、ただメロニー選手も、実際生で見たのは前回の1月の試合ですけど、ここまでね強い選手が飛び込んでロックも織り交ぜていきますから、いたのかと思わせるような選手で、メロニー選手もそうですし、マイクスジャム選手は基本バックスピン、はい、まっすぐでパンチはうまいんですよね。ワンツーとか、あと歩きながらミットを打たせたりするのもうまいんで、やっぱ突進しながらパンチ打つのとか実はこう練習してるんですよね、うん、こうこれもう今戦い方そうですね、はい、さながら女版ジョーダン・ピケオっていうような、はい、お互いパンチの攻防あります。よく動くかな、でも本当に左ボディから右のキック、カナの打ち下ろしロングレンジ、それにパンチで詰めてくるメロニーチャンピオン、お互いの持てる武器、いや第1ラウンドから2段蹴りでカナ、さらにリードジャブ、バーディーは右で左右メロニーのパンチ、いやメロニーも最後出ましたよ、顔腫れてますよね、カナ選手。やっぱメロニーの圧力とかプレッシャーやっぱあるんじゃないですかね。ね、立ってる2人にしか分からないですが、あるんでしょうね。山本さん、でもこれメロニーを前にするとまたすごいんでしょうね、圧力って、はい、なんかこうやっぱ打ち合わざるを得ない圧力とかやっぱあるんじゃないですかね。本当はもっと動きたいんだけどっていう、ちょっとそういう戦いをさせてしまうという強さ、はい、佐伯さん、第2ラウンド何を思ってご覧になってますか？いや、やっぱりもう本当にカナ選手の攻撃が一つでも多く入ればいいなと、あ、はい、でさっきこう手を合わせて握って祈ってましたね、はい、そうなんです。もうメロニー選手顔色一つ変えないですからね。それがまた、恐怖感を増してまいります。でも前に出るのがカナでもあります。カナ選手左、でもこれは相打ちでは山本さん怖いんですね。そうですね、下げた方がいいですね。右ストレート長いな、距離があれ晴れるわ、うん、クラッシュ、まさにこれ小足にかかってるパンチですよね、ジャブから、ね、中村さん、メロニーが
これカナと戦った後立ち技も MMA 総合格闘技の戦ってきたということですが、はい、重み増してますね。いや強くなってますよ。あのハイキックとかあんま蹴ってなかったんじゃないですか前の対戦の時は。ですが今はもう全て自由にと解き放ってまいります。ラージジャブはカナ、カナの状態よく動いてボクシングテクニックを見せます。距離感という点では山本さんどうですか。そうですね、ヘイウェイズが右へ回ることを意識し出しましたよね。右の蹴り、右のフックをちょっとこう警戒してなのか、右へ回りながら左を当てるような意識で最初から来てますね。2ラウンド目はセコンドの指示ですかね。カナはそこに左のボディーブロー、おーいざ、あこうして空中でぶつかるようなところでも前も変えましたしね。そうベロニーが圧力で勝るか。カナ選手は左ボディーが、ね、何度かいいタイミングで入ってたんで、はい、そこまででもやっぱ遠い前だったらやっぱ蹴った方がいいと思いますね、まずは、うん、その蹴りというのも中村さん、いやかなり触れる前にそのメロディーのリードジャブ、しかしボディから蹴りはここローキックでボディで目線をそっちに落としとって、その近くから右フックを狙ってるんですけどなかなかうまく当たらないですね。カナの戦略、最高の自分でというカナ、前回はその最高の状態で敗れました。だからこそという対メロディー、蹴った方がいい、蹴った方がいい、今も蹴りたい、ダーリックメロディー。佐伯さん、ちょっと怖さすら、ああでもこの怖さすらありますがね。相打ち、カナのパンチ、重量感十分、お互いそうです。第2ラウンド終了。オランダの名門マイクスジムからさらに強くなったチャンピオンメロディーヘイフェス赤いグローブ、日本のシルバーウルフからカナ青いグローブ。さあ残されたのは延長戦を除けばこのラウンドです。佐伯さんどう期待しますか。やっぱりカナ選手にはもう本当に KO で復活してほしいですね、うん、やはりそれですよね、はい、左ジャブからハイキックもよく見えている、山本さんからはナイスという声です。もう1月から苦しんでこんなねサザンが9の9分で決められて、もう頑張ってほしい、全てをここに。いやしかしそれはメロニーも同じ、右のストレートうまくいかないんだろうなって思って、このラウンドもそんな印象ですか。いやいやまだ左当てるのすごくいいですね。まず左から、そうそう、それがいい、絶対それがいい。延長で戦うつもりでいった方がいいですね。右ストレートへ、そうですね、じわりじわりと。中村さん、これカナも攻撃の場合でしょう、増やしてきましたね。ローキック打ち下ろし、ボディーブローです。そして左、プレッシャーかかってきましたね、カナ選手の方が、そうですね、出てきた。ローキックもいい、状態も振るし、押すし、すごいいいですね。ジャンプの差し合いで負けなくなりましたね、ちょっと本当ですね。ここでカナが前に出ると、ローキック右ロー、結構足に効いてそうですね、足赤いもんすごい、うん、それで少し嫌そうな表情を見せましたよね、うんうん、絶対痛い、おー、ーメロニー、カナの一撃を食らいましたが、それでも前に出てくる、あほとんど右目塞がっているような状態、そこにパンチはカナ、すぐかわす、あれヘイフェスも蹴ってくるんで、もう気をつけんといけん、蹴ってきた、分かっています、右アッパー、足だ、まだ足だ、ミドルキックもよく動いて、カナの攻撃バージョンアップしてのカナ、ボディーブローからローキック、対角線上の攻撃ですね。といえば中村さん、オランダなんですけれども、そうですね、それのそのおかむ奪うかのように日本のカナ見せてきます。やっぱね、下蹴ってる中、もう一回ハイキックを狙ってたと思うんですよ、カナ選手は。その布石がね、うまく。ハイキック、そのためにはローキックを、なるべく多く、まだ打ち合う。いやー、佐伯さん、何かこう、クライマックスがまた近づいてくるかのようですね、ワンツー。ジャブがいい、なんかジャブがいい、ノーモーションのあのジャブ当たるんですよ。メロニーも引かない。メロニーの途中の右のパンチもまだね重いですからね、まだ生きている。女子アンダー50キロタイトルマッチ、2017年クラッシュの最終戦、ジャブがいい、ジャブ、蹴れ、ジャブから蹴る、当たってる、メイン、はい、それでもメロニー潰してくる、あと5秒、メロニー前進、返すかな、
最後の押し返した。試合終了。ジャッジ友達30対29、青かな。かな一票。30対29。ジャッジ梅木29対28。青かな。かなタイトル奪還。3対0。1年かけてリベンジ。こんにちは、K-1 事務所のバグルのカナです。この前よりもいいジャブをもらってしまって全然目が見えなかったです。まず1月負けてから本当にメロニー選手のおかげで本当に日々の生活を見直すことができて、格闘家として本当に生きていこうって決断することができました。本当にメロニ選手には心の底から感謝しています。そして1月からもずっと変わらず応援してくれたファンの皆さんや日々支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。チャンピオンベルトを取って絶対言いたいことがあって、まだ K-1 には女子の階級がないので、自分が3月の埼玉スーパーアリーナに出て新しい女子の時代を作っていきたいので、3月の K-1 マッチメイクよろしくお願いします。2017年のカナのストーリーはこれで終わりです。また明日から突き抜けていけるように日々精進していきます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。